マノッチです。ペナントソフトバンク編やっていきましょ。まあシャープ3、まあシャープ1、2はもう前に撮ってて、多分そこからね、俺2週間ぐらい経つんだよね。あの栄冠が思ったより長く遊べたから、ちょっとね長いこと空いちゃってて、何やってたっけなってぐらいな感じなんだけども、はい、コメント読んでいきましょう。アツオ引退、いやーこれなー、なんだろう、俺記事でしか見てないんだ、映像は見てないんだけど、記事で見ただけでもちょっとグッとくるもんあった。で、あの通算成績が載ってて、俺の見た記事にはやばいね成績マジで、通算の何でもできるじゃんこの人っていうような成績の残し方っていうのかな。いやーねー、なんかビッグネーム去っていくね今年もね。確か2011か2012、杉内投手、和田投手、ホールトン投手が総じていなくなった影響もあって、先発陣は火の車だった記憶があります。俺は全然その記憶がないけど、一気にいなくなった時期があったんだね。サファダ選手、2013年シーズンの1年間だけ西武に在籍してました。俺ね、あのゲームを通して、広島、西武、ソフトバンクっていう順は知ったんだけども、西武のイメージがとにかくなかった。まあ何が一番強いってやっぱソフトバンクが強いけど、西武は本当に知らんっていうレベルで分かってなかったな。楽天小山といえば、この年の大宮での試合で大差がついた最終回のマウンドで西武スピリエに対して大暴投し、大乱闘に発展した印象が強い。西武スピリーがまず出てこないな俺の中で。2023年9月28日、パワープロの方で選手能力アップデートがありました。だけど10年前のペナントをするマノッチが素晴らしいです。アップデートあったね。俺あのスターオーシャンをダウンロードしてたんだけど、今スターオーシャンプレステだったら1から6まで全部ダウンロードできるぞ、あのプレイステーションプラスに加入してれば。だからダウンロード中にアップデートが入りましたって聞けて、へーって思っただけで見てもいないわ。吉村選手、2008年34本打った時がピークでしたね。そんな打ってんだ、その印象がまずないな。プレイボールがなくて寂しい、共有を。よし行きますか、はい、今日日ハム戦ね。まず調子の悪い柳田選手外します。マノッチなら1番だろうとか、1番ギータなんてどうってコメントあったけども、ちょっと残念ながら外れるから。んで、レフトにしてこうして、こうか、ライトセンターでファーストで松中選手4番の子で、キャッチャー綾嗣選手、多分綾嗣選手出てないんだよね。んでゲビミの出たかどうかは知らねえや、出しとくか、できるだけ全員出したいから。打順だな、あとな、いやこれでいいかな、はいこれで、いきましょうか。んで、ピッチャー吉本くん、吉本選手、はい、これでいきます。はい、シャープ1のサムネクイズは、まあ、マギー選手だったんですけども、正解した人が多かったかな。ただ楽天より巨人のイメージが強いってコメントがあったね。俺はどっちが強いだろうな、そう言われてしまえば巨人になっちゃうかなって感じかな。あ、今日日ハムの選手誰かクイズ出すか。誰がいいかな。
俺ちょっと日ハム、ああいいとこだな矢吹選手いいとこだな。俺日ハムファンだから、あ、多分これ分からんぞ、増井選手は。あ、そんな球威ないんだっていう印象になっちゃうかな。ちょ、武田久志選手、宮西選手がちょっと分かりやすすぎるよな。打者データ。ああ、アイアンリーガーってあれか、日ハムか。こういうのもすぐ分かっちゃうね。え？いいんじゃない？いいんじゃない？これすごくいいと思うな、この問題。大谷選手なんかちょっとずるいかなずるいかな。大谷選手でいきますか。正解は大谷選手で、はい、よし、日本ハムファイターズの攻撃。じゃあ頑張ろう。バッターボックスには1番ブレイブー。インサイド落ちました。アウト、ワンアウト。バッターボックス大引き、打ちました。なんかあれだな、最近栄冠やってたせいか、あと今俺栄冠クロスもハマって遊んでるから、すごいスローモーに感じるな。まあ当倍なんだろうけど、なしだ監督か。いや、まあまあまあ、ソロならソロならしゃあない。なんだっけ、左ボタンがソープ場だっけ。まだ1点差、後続はしっかり立って反撃といきたいところ。いやいや、リプレイでご覧いただきましょう。よく見たらあれだな、手の甲の向き逆だな、金玉いじるとき。打たれる気しかしねえ、助けてくれ。ボール先行だ、かわしごインサイド落ちました。わ、抑えらんねえな。これで3連打。ちょっと踏ん張ろう。6番バッ、あっと反らしている。散々だな。ボールを拾って2アウトランナー2塁。バッターはい、あっと反らしている。はボールを拾って何、打席には7番バッター赤田。バッター右にも、うわー怖い。ライナーになった。入れました。ファウル、抜けていれば。打ちました。よし、打球はライトへ、高く上がったライトフライです。いやー、もうね、散々な初回だったけど、2点を失いましたが、なんかこんだけ嫌な気持ちになって2点で済んでるからいいわ、まだ。さあ点取ってこいや。ミスター、長いシーズン怪我。ソフトバンク、松中選手、まあ、今回リクエストもいただいて出したってところもあるんだけど、早めに出さなきゃなって思ってたこともあって、能力のね、下がりっぷりがえぐいんだよね。ファーストランナースタート、タッチアウト、盗塁失敗。ランナー、全てがうまくいかん。高めのボール、よし、二遊間抜けていきました。ヒットになりました。ワンアウトからランナーが出塁します。もうホームラン一発で同点だ。打席には3番バッター、狙っちゃうか。変化球、空振り、ツーアウト。松中選手は長打縛りで、ホームランが見たい。バットに当たりません。うまい。スリーアウト。さあ守備だな。2回の表、ここで落ち着いてくれりゃ全然いいんだよね。三振になります。まず初回みたいなことが続くのであれば、ちょいきつい、じゃかなりきつい。叩きするバッティング、
アウト、ツーアウト。せめて5回投げてほしいな。無理だな、スタミナ的に。じゃあ4、松尾頑張って打ちました。どうも、送球アウト、ワンアウトです。はい、高め打ちました。いいですな。センター前ヒットになった。ワンアウトからランナーが出塁していきます。バッターは DH。 ホームランアウト。変化球空振り、しゃなし。ツーアウトになっています。8番バッター金子、身長打ちました。二塁送球、セカンドホースアウト、スリーアウトになります。最初の2点引きずるのかな。打ちました。なんか意外とどっかでどうにかなると思ってんだな。ワンアウトです。いや、ここ怖えな。アブレイユ選手とショウさんの並びが嫌だな。さっきやられたのがすっげえなんか残ってる。打ちました。いい打球だ。伸びていく。どうだ、入れば。マジやべえな。入った、ホームラン。どうすっかな、ショウさん。十分警戒は。よし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 、いいよ。いいね。いやー、ちょっとなんか流れでずっしりくるホームランだな。3回の裏、追いかけるホークスの攻撃。なんかこうよくソロホームランとかホームランはしゃあないみたいなあるじゃん。ここまで立て続けに打たれるとシャーナで済ませたくなくなるよな。打ちました、流しました。レフトバックする、バックする。バッターは2球目打ちました。いいね。これはどうだ、ワウンドアンドヒットになりました。この打席もヒットを放ちます。はい、引っ張った、一塁アウトで球児ね。チェンジです。4回投げてほしいな。そうすればリリーフ回して、それはブルペンの準備があるらしい。2013コメントで教えてもらった。俺やってないけど。初球時、これはどうだ、やるべ。ライトが取りました。ワンアウトです。はい、5回いけっかな。いやー、厳しいか。ストライクが入りません。ワンアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。70球以内で終わらせてくれれば。打ちました。よし、5回行こう。2塁アウト、1塁転送はアウト。ダブルプレー、リプレーでご覧。ヒットの数は同じなんだよな。ホークス4回裏、次の投球が1本見てな。変化球空振り、見てな。松中選手の1本見てな。3球目、はい、ね、バッチ。バッターは、はい、インサイド落ちました。いやー、勝ちたい。ファールグラウンドで使った。なんかこのまま負けたら負け方が気持ち悪いというか。インコース詰まりました。構えました。取ってスリーアウトです。5回行こう。ランナー5回、いいね。いやー、ヒット4本しか打たれてねえんだけどな。打ちました。足早いぞ、急げ。はい、2アウト。打席には3球目打ちました。これはよっしゃい、お疲れさん。でブルペン指示出しますか。千賀選手いく。今の横顔似てたな。打ちました。あれ、秋山監督だっけ、なんかソフトバンクのさ、打順は9番山下、握力のランキングみたいなのがあって、秋山監督がめっちゃ上位にいたんだよ。
70ぐらいあったはずなんでね、秋山監督ね。インサイド落ちました。高いバウンド、ピッチャーゴロ、一塁アウトで3アウトチェンジです。三者。出た。三振取ってやろうぜ、お化けフォークで。打ちました。よし、いいね。まずホームラン打てなかった時点で勝ちだよ、こっちに。バッターはフルスイングしました。宇宙間に強い打球。大丈夫大丈夫。宇宙間破っていきました。高知派遣か、行くか。ツーアウトからランナー出ました、日本ハム。はい、ここでよし、打ちました。打球はセンターへ。最後はセンターフライ。いいね。あんまピッチャー使いたくねえけどな。ちょっとロングリリーフできる選手誰かブルペン指示出すか。それこそ千賀選手もいけそうな印象だけどな。この時は分かんないけど、スタミナ、ああごめんなさい、間違えた。なんかスタミナもりもりないねえな。でも千賀選手いこう。さあそろそろ点取っとかないとだよ。変化球空振り、ワンアウトです。ルイディオ叩きするバッティング。いやこのまま割りたくねえな。ちょっと長打縛りついたけど狙いにかヒット。打ちました。ナバーチ、いいね。2アウトからランナー出していきます。うわちょっと待って、考える暇、スタート大丈夫かな、間に合うな、足るか。ダイソーを出すから迷ってる。この先松中選手がねそんなに出てこないと思うんだよね、動画中で。それを考えたらちょっと使い続けたいな。なんかまあ今もうこの時点では能力的な問題とかあるけど、やっぱりこれ以上ないネームバリューというかビッグネームというかだよね。ちょっと使い続けるわ、ダイソー出さない。打順は5番松田。松尾がどうにかしてくれる。変化球くー、スリーアウトチェンジ。ホームラン3本厳しいね、やられてんね。高めのボール、高いバウンド。千賀選手このイニングで終わりかな。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。いいね。3イニングぐらい行ってくれたら楽ちんだけどね。打ちました。高いバウンド、ピッチャーゴロ、はい、一塁アウトで3アウト。次の日が日程的に休みとかだったら行くんだけどな。休みでもねえからな。7回の裏に入ります、ホークス。さあまず出よう、ルイ出よう。いきなりファよっしゃ来た。ノーアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。バッターは DH 吉村。今日はまだヒットがありません。積極的に打てます。来たぜ、急に崩れてるぜ。得点圏にランナーを進めています。バッターボックスは8番、代打。うわ調子悪い。チャンス1、いいね。行こう、ここが勝負だ、行こうか。出るぜ。ここで監督自ら選手を一本手こわ、ぶちかましこい。うわシングルか。ヒットになった。この一振りでしっかり結果を残しました。操る選手交代だな。いや調子悪くても柳田選手か。
細川選手チャンス強いけどさ、右ミートいいもあんだよな。でチャンス強いでしょ。いやちょ、柳田選手が見たい。調子悪いけどもここが見たいな。ここで代打です。バッター柳田。まあしょうがないね。非常にいい変化球のキレを見せました。さあここからよ。引っ張った。ライトへ。どうだ。よしね。バッチ落ちました。ホームに送球。サードランナーがホームに。うちの上位打線はやべえよ。リプレイでご覧いただきましょう。つなげつなげ。打った。浅いフライか。これはインフィールドフライが先行。ちょ、次打って松中さんに回してほしいな。見たいよね。見たい。ここ打って松中選手に回してほしい。打っていった。ショートが取る。いやまあそううまくいかんか。コースアウトで3アウトチェンジです。まあ1点取れたから。こんな感じかやんな。うん、ブルペン指示出してない。ちょっとなんか便利ピッチャー連れてきたいな。どうしていいかわからんわ。8回まで来ました。うわー、左中間に大きな打球。伸びていく。どうだ。あぶねー。追加点。ツーベースヒット。先頭バッター出ました。残念ながらちょっと陽大館選手持ってないわ。代打策を送ってまいりました。ここで勝負をかけてきました。ホームランだけでやられたっていう試合になりそうだったのに、ね、はい、そうそう打てねえよ。引っ張った。これはどうだ。よし。だついね、ショーズがね連発持ちなんだよね。いや大丈夫、かわせる。打ちました。ショート取った。うまい。スリーアウトチェンジです。打ってこわ。接戦。8回の裏に空振り三振。まず1つ打てるよ。引っ張った。あるある。間に合う。よし。ワンアウトからランナー出塁しました。打ちました。セカンドが構えます。最後が久志さんかい。2アウトランナー1塁とかあります。打ちました。これはどうだ。最後はライトフライ掴んで3アウトです。厳しいね。ついに最終回を迎え、はい、小宮山さん、ズバリ流れを引き寄せるピッチ。初球打ち。セカンドが落下。なんかね、なんだろうな、感覚の話だけども、点差以上にボッコボコにやられてるイメージ、印象、なんか感覚、気持ちにはなってる今。さあブルペンが映っています。すげえな、防御率ゼロか。7番バッター。その防御率に傷をつけてあげよう。はいな、ピッチャーお疲れさん。慎重に。アウトコース打ちました。盛り上げようぜ。ランナー埋めてこうぜ。三振。結局最後はバット。引っ張った。ワンボールになりました。ツーアウトからランナー出していきます。2番バッター中村。なんかねえのか。なんもねえのか。よし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 。ねえ、松中選手つなぎたい。頼む長谷川選手。待ちたのはここ。3球目打ちました。ヒッター。一発はないけどね。どうする、何でいく。迎えるバッターは4番松
中、先ほどは三振でした。積極的に行ってもらおう。んここが勝負だとか使うのかな、向こう多分使いそうだよね。積極的に行こうか。任せるって面白そうだね。選手に任せます。いやだからなんか責任を向こうに負わせるような感じでなんかゲームで言うことじゃないかもだけど、それがなんか嫌だな。やっぱここ三冠王にお任せっていうところもいいよな。積極的に行くわ。最初に思ったやつです。引っ張った、これはどうだ。ファースト取って、これで3アウト、うん、いやまあ終了になりました。ソフトバンクホークス盛り上げてくれたね。やっぱやってくれたね、滝沢選手はね。なんやかんや抑えるけどね、盛り上げてくれるもんね。いやただ最後なんか良かったな、見せ場というかあったな。まあ負けは負けだな。シャープ1が楽天、シャープ2俺どこ取ってんの。それすら覚えてない。ちょっと動画見て自分のやつ見直して、で次取る場所を試合を決めます。多分このロッテ戦取ろうとしてたんじゃないのかな。西武か。涌井さんをクイズに出したんだよね確かね。で、オリックスをここで取ればいいのか。多分ついロッテ、多分ね、多分ついにこの29日を取るわ。はい、ということで、終わりましょう。終わり、さよなら。早朝か。